先ほどのホールはお二人ともポイント獲得ならずでした。はい、ちょっといろいろね、悔しい、悔しいですかね。いやだからやっぱりレッドさんはロングでのバーディーがあるんで、バーディー3点なんですよ。だからやっぱね、ああいうのを私は決めていかないと、でちょっとでもやっぱ離して1ポイント取っていかないと、こう逆転あるからね。そうですね、大事にしたかったな。すごくなかったあのアプローチは本当にお見事だった。うわうまい、うまい、うまい、やばい、入る、入る、うわあれは上手でしたね。はい、ということで次のホールはこちら13番ホールパー4の344ヤードです。はい、では早速やっていきましょう。はい、はい、よいしょ、あれ戻ってこなかったね。右サイド戻ってこない、まあいっか。結構ランも出て飛んでんじゃないですか。ねえ、あーやばい、抜けるか、抜けた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 、大丈夫かな。あ、フェアウェイ、フェアウェイ、いた、いた、あー、でもちょ、バーストカット、こぼれた、バーストカットかな。いやー、もう十分、まあまあまあ、十分、あのアーからの伸びがいい。危なかった、漫画みたいな。アーだもん。普通あの低さであそこに出ちゃうと、まあヒュンだよね。まあバサバサっと音みたいな。でもなんかアドレスも結構特徴的じゃないですか。なんか一回構えてつけてから、そうなんかね、それなんか意識がないんだけど、すげえ言われる。初めて見ました。トンってやってからやるとか、はい、あとクッて入れるって変わっちゃわないのかなと思います。そのボールとの距離が一回こう、それをね、はい、気にするじゃん。あー、そうです、そうです、ね、あー、言っちゃダメだ、あー、言っちゃダメだ、あのね、そうですね、気になっちゃう。いろんなとこ迷子、そうですね、気になっちゃう。でもそう、私も気になっちゃう。やっぱり気になっちゃう、素直さが出てる。それ直したいのよ。あ、どこれってどう思う、何、子がプロ的にどう思いますか。いや、まあ自分がそれが一番気持ちよく入れて、うん、スイングのスタートが始めやすいんであれば問題ないですよね。うんうん、俺的にみんなだって探して自分でやってるんで、うん、あ、いいとこの残りました。あ、逆にベスポジじゃないですか。はい、あ、こうなってんだ。ここベスポジですね。おおおおお、あら、お、あ、ちょっとフライヤーした。じゃない、このこのこれがちょっと錯覚させるんだろうね。あ、確かに。すごい長く見えたのよ。やっぱこう深いラインになると、うん、あんまりこう私当たんない印象なんですね、自分でやってて。沈むと、はい、このこういう深いラフに入っちゃうと、うん、ボールが沈んじゃうと。そうなんです、出そうとしちゃって。それはね、そう、みんなそうだから、はい、番手を落とさないとダメよ。もっと番手落とす、落とす、あのじゃあ普通のところから7番で打つんだったら、ちょっと深く入ってるなと思ったら8番で打つとか、そういう風に落としていかないとダメ。あ、やっぱそうなんですね、うん、いや、ピンより右狙っていく感じ。はい、これぐらいつま先上がるので結構右向いていいです。いいぞ、ピン行ってますよ、これ。よいしょ、ナイスー、大きい、え、大きいの。あ、やっぱり行くよ。いい当たりだった、フライヤーしちゃったんですね。私もフライヤーした、ちょっと56ならワンクッション、まあ、ワンクッションして、うん、ピン届かなくても、うん、美穂ちゃんのライン見れると思うんですよ。なるほどね。なのでじゃあ、あの辺に落としときゃいいですか。はい、もうちょい、うわぁ、ライン見れないよ、こいつ。さん、これフック違いますよね、スライスですよね。うわ、ここ
ナイストライ。ありがとうございます。まっすぐでしたね。これ入れなければ点数ないです。頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。はい、はい、ナイスということで1点獲得です。はい、はい、ナイスパー、よかった。ナイス、皆さんもパーです。気になった。そうだよね、短い ああいうのは気になるんだね。あ、初めて知った。じゃあ、ああいう時はやっぱ ああいう時は抜いたらいいね。うん、今気になった。肩揺れてたから。次からは抜く。あ、じゃあ次抜きます、ね。あの、そういう状況の時はね。はい、そう。わかりました。何もない時はもう慣れた。ピン刺すの。レッソさんはどうなんですか。刺さってる方が好き。あ、刺さってる方が好きなんですか。あの、なんか距離感出しやすい。ナイスパーでしたね。もう何とか耐えましたよ。あれはちょっとギャフンと思ったな、私。ということで、こちらのホールが14番ホールのパー3195ヤードです。そしてこちら、イベントホールとなっておりまして、はい、ニアピンホールです。ニアピン、よし、ちょっとニアピンで話さないとね。そうですね。つい先日出たコンペで1個取りました。おコンペで取るのはすごいですね。というわけで、早速やっていきましょう。はい、薄いよこれ。届いて。惜しい。惜しい。薄かったもん。惜しいな。いや、今のはね、バシッと来なかった。ピン手前なので、はい、多少奥行っても、はい、大丈夫です。ニアピンは獲得しますよ。はい、なるほど。ああ、打っちゃったよ。これやばいな。ちょっと木に当たった音はしたけど、OB はないですね。はい、ということでね、ニアピンはお二人ともニアピン取れず、なしですね。危ない。何やってんだよ。いや、上げてる。上げてるね。風が上げてる。結構風吹いてるね。これなんかもうやばい、やばい、やばい雰囲気が出てますね。お、厳しいな。厳しいです、これ。厳しいな。厳しいですね。出せないかどうかっていうレベル。高さは大丈夫ですか。わかんない。あの辺って感じ。可愛 いですね。ちっちゃく見えてきた。ちょっとちっちゃく見えてきた。でも、イメージいたね。バサって、まあ、下に落ちた。バサっていきそうだけどね。まあ、下に落ち、まあ、バサって最悪下に落ちても、OK、そこは乗せれます。けど、あまた来た、来た。そうなるわ。うまい、ナイス。うまい、ナイス。うまい、うまい。おナイス、ナイスです。ナイス。おお、うまくリカバリされましたね。どうだ。強く入った。やっぱ転がすべきだったな。いい感じ、いい感じ。切れて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 。おお。いい感じ、いい感じ。切れて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 。おお。すごい。うまい。ナイスですけど、でもポイントは獲得ならずですね。ボギーです。ナイス。ありがとうございます。いい感じ、完璧だ。入った。入った。入った。ナイスパー。ということで1点獲得です。ありがとうございます。真ん中から入りましょう。いい
感じ。完璧だ。入った。ありがとうございます。ちょっと弱めね。ちょっと弱め。さすがです。ナイスボギーですよ。でも、はい、なんとか耐えました。これはね、勝負なんであれですけど、うん、ポイントなんで、うん、けど普通にやってたらね、うん、なんとか耐えたよ、うん、耐えたって感じですよ。うん、小賀さんが4点、レッドさんが、はい、ということで2点差ついちゃいました。よし、うん、でもね、このホール次はですね、15番ホールのパー5、488ヤードなんですけど、パー5ですから、はい、レッドさんは、うん、どん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 こう飛ばしていただければ、はい、任せてください。もう、ね、いけるそうですよ。そうではないでしょうか。恐ろしい。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。あー、開いた。ちょっと右目だけど、まあなあ、こりゃダメだ。しゃあない。ちょっと隠れちゃいますね。ね、寝た。おお、これはいいんじゃないですか。これはまずい。すごいとこい。まずい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 。ショートカット。転がってる転がってる。すごい。おお、これはいいんじゃないですか。これはまずい。すごいとこい。まずい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 。ショートカット。転がってる転がってる。まずい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 。それはまずい。来ましたね。勝負。勝負かけてきました、ね。まずい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 。いいね。あんたイーグルなんか出ちゃったらどうする？どうしましょう。イーグル出たら4点ですもんね。あんたイーグルなんか出ちゃったらどうするよ。困ったもんだぜ。やばい。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。最初です。これで。うわー、飛んでるなこれ。はい、最高です。最初です。よし。ちょっと今のティーショットを払拭しましたね。たまだったなぁ今、はい、私たちもレッドさんの飛距離が未知の世界ですから。いやまさかここまで来るとは思わなかったですから。これでどう ?290 ぐらい来る ?80 とか90来てるよね。絶対これはね、90ぐらい来てると思う。やっぱ右手前のバンカーは150ぐらいで超えるので全然もう気にしなくていいです。右目から行った方がいい。はい、右手前は全然いいとこなので、うん、6でいっちゃおうか。うん、手前でもいいもん。はい、悪くても手前でいい。いい、素晴らしい。いいピン直線、いけ、届け、ナイスオー、ナイスオー、すごい。いい、素晴らしい。ピン直線、いけ、届け、ナイスー、これはすごいぞ。パー入ろうものならまずいぞまずいぞまずいぞ。いやーすごい、レッドさんの本気が。ちなみにルームゴルフでこちらプロバトで、うん、イーグルってまだ出たことないです。出てない。初イーグルチャンスですよ。いやーそうですか。どうだ、飛んで、飛んでない。あ、しかも戻ってる。まずい、これは。うわー、これイーグルパッドとバーディーパッドが一緒じゃん。いやナイスオンですね。ナイスです。やっぱ横ぐらいだもん。やっぱね、ちょっと奥めなんだよね、ピンが。あ、なるほどね、なるほどね。全然切れない。ナイストライ。悔しい。ボール1個。悔しいな。さて、レッドさんがまさかのイーグルパット。うん、次ね、はい、マーク真ん中ぐらいでいいかな。入れれば4点です。最後切れるんで、もうちょいマークより、うん、でいいと思います。
いや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 。とばけんこれカップされて下ってれば早く見えるんですよ。情けない。大事に大事に。はい、出ます。ということで1点獲得です。点悔しい。うーん、悔しい。悔しいですね。ナイスバーディー。ナイスバーディーということで3点獲得です。ナイスバーディー。よし、よし、よし。これはね、飛距離をね存分に生かしたね。そうですね。いただきました。ありがとう。よかった。このホールは完敗だな。よしよし。ナミッキーだよ。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。